るやつだね。ディスコ？あ、ディスコに書いてあるのか、失礼しました。ディスコに書いてある。失礼した。なんかすげえ解像度低い。あ、初期起動は、近所の1007でも多分ね、FPS ね、そんな振り切りで出ないんで、設定下げた方がいいですよ、こいつ。もう完全に消滅されたことでぶっ壊れてんの、これ。だって、97で設定下げてんのに、FPS40 も出てんだぞ、これ。ちょっとダウンロードするまで一旦通話抜けます。すいません。はいはい。あ、それも関わってんのか。マウスの振り向きもバグってんな。これよくこんなんでできたな、対戦。わしさ、デイズランチャーをさ、入れ、消しちゃってた、そういえば。あ、大丈夫。11メガだから。変わんねえよ。まずった、まずった。なんかそんな、ちょっと待たなあかんで、その、待ってこ。タイム、待ってこ、うん。ちょっと変わるで、時間かかるよ。変わりますかね。何秒かは、タイムラグあるから、回線開けてます。早く。おぉ。皆さん、こんばんは。おぉ、なんかサーバー、もりもり人が入ってきてんだけど。あぁ。絶対。めっちゃ、なんだ、絶対視聴者が入ってきてるだろう、何人か。やばい。でも、あれじゃない。サーバーは復習、公開してないやろ、その、教えてないやろ。いや、さっき俺、生放送でモリモリ映ってたと思う。まあ、いいよいいよ、全然、まあ、俺がやってるサーバーじゃねえからいいよっていうのもあれなんで、人んち上がって、いいよ来いよみたいなのもおかしい。勝手に来いよって言ってるね。人んちだからあれなんだけど。エポッチいらないですよね。あの、バニラだけでいいんだよね。デイズバニラだけで、ね。バニラ、そうだよ、バニラだけだよ。さっきから思い出いっぱい書かれてんだよ。500メガか。タロさんに怒られるぞって書かれてた。フレア投げたらタロさんに怒られるぞって書かれてた。まあ、お互いやってるから、それは。あー、いてぇ何やらバロタなんだねーよ。なんで、あ、バロタ。ヒヌマ落としてくんだったなぁ。あ、これ。バルトだ。アルマ2のデイズって扉とか全然開かないですか？あの入れる、入れない家の方が多いです。多いのか。うん、そう、SA は、ね、よ、なんか SA の作り込みは、建物なんか入れるようにするのが8割くらい力注がれてますからね。あ、戸締まりしっかりしてるのか。戸締まり、そうですね。多分中にゾンビがいっぱい詰まってるんじゃないですかね。あそれはそれでは。ヒューマニティシステム、これアップデートで消えてんのかね、うん、いや、サバによって入れてた入れてなかったりするんじゃないですか。バニラだけど、サーバーの方の、なんだっけ、あれで。やべえよ、アルマツ。マウスの追従。あ、ゾンビ走ってきてんぞ。早え、ね、A2 のゾンビ早っ。やばいな。すいません、一つ聞きたいんですけど。オッケー。まだ準備だから手伝うよ。新人さんのと今パピさんが入れてないから。あ、僕入れましたよ。デイズランチャーのモッドをダウンロードするファイルって選べるじゃないですか。あ、うん。サーカーあげよう。うわ、人だ。これってどこに設定するといいんですかね。フレンドリー。どこ？ノーフレンドリー。モッドファイルのモッドフォルダの場所？ハロー。はい、そうです。フレンドリー。家の中はゆっくりだな。ノーフォー。どういうたいの？変えてなかったら。新しくするときってどっかに。あ、イノシシがいる。街の中にレアイベントだ。これインベントリってどこで選んだらいいんですかね。あ、人が死んでる。これ人いるわ。ゾンビ死んでる。インベントリは G キーです。G キー。あ、痛い。G キーです。ショートカット設定。自殺ってできへんのか。よーし。自殺ってできへんから一回死ぬ。入れる。リスポーンできなかったでしたっけ。サーバーによってはできないのか。サーバーでやったらできない。自殺する。え、ヘリが飛んでる。やっぱりこれバニラなんだけど。めっちゃ殴られてんな。需要増えてんな。ヘリがある。ハロー。迎えに来て。ハロー。乗っちゃった。わあ、人の部屋に乗っちゃった。俺。こんばんは。人の部屋に乗っちゃった。
パンチャーの、フォルダ設定、ハローセッティング、俺のモッドフォルダーは、ヘリコプター、ジョインオッケー？スチームの、多分、デイズ、ハロー、いるわ。ヘリコプター、ジョインオッケー？ジョインってどう、つながるって意味になっちゃうんだけど。あ、そうか、そうか。ない、ないけどか。ゲットイン。なんて言えばいい？なんて言うの？ゲットイン。ゲットイン。でもゲットインしちゃってる。ライドオンじゃなくてゲット、あれゲライドオンじゃねえ。ゲットイン、オッケー。逆に聞くけど、ゲットインアウトだったらどうすんの？単車はその状態になって。どうすん？ゲットアウトやったらどうすんだよ。それで今オープンモッドフォルダーしてる。アーマ2のオペレーションアローヘッドの中にモッドフォルダーを作ってる。なるほど。それで一応認識はしてる。セッティングでネットダウンロードパスと、こんばんにゃアーマーセッティングパス。ヨルシさんだ。こんばんにゃ。こんばんは。一回死んだ方がいい。これ同じところにしてるってことですか？アーマー2パスは違うけど、アーマー2パスはアーマー2があるところを指定してる。こんばんは。こんばんは。ヨルシさん。とりあえずこれダウンロードし終わればまあなんとかなる。だいぶグレーだ。死んでしまう。こんばんは。弾いっぱいあるこれ。全部全部撃っちゃえよ。はい。撃っちゃえ。地獄戦争使ってる。だって知らない人なんでしょ。知らない人これ。それでも武器持ってないの。オフファイヤー。オフファイヤー。それ中に向かって撃てないの。You that？ 中に向かって撃てるわけねえだろ。ヘリにダメージ与えることできないんですか。ローターでやってるとかですか。向かないねヘリ。それ怖くね。俺も死んじゃうやん。今日はでも大事なヘリを壊してやれんだから。全員死ぬほどやるわけじゃないっていう機能は言ってたけど。当たらないよ。どういう方向性でやるの？あれこれ北西空港行くぞ。空さん北西空港行くよ。北西空港か。いや多分引っ掛ける方向性は多分天城さん以外と相談して決めちゃった方がいいと思うんだ。天城さんを見つけたら殺すのか、天城さんと組んでるのか。やめろ落ちる、やめろ。天城さんを見つけて殺すゲーム。なんだ、なんだこれ。俺だから、あの、サーバーだけ教えてもらったら、もうここ出てって一人でやろうかなと思ったんですけど。うん、みんなバラバラんない。全員殺しやろうかなと思った。怖い、やってやるよ、だから。いや、そういう殺伐としたゲームかなと思ってたんで。バトルロワイヤルですか？そうそうそう。誰が成り上がれるかっていうんですか。最後に誰が生き残るかみたいな。裏で手を組めばいいんですよね、それもありですよね。でも、いつ裏切られるかは分からない。リアルやな。リアルデイズやな。そういうゲームですから。どこ北西空港行くぞ。これ一回死のうかな。行くぞっていう。北西空港だ。ことはないと思う。またアペックス次ベトナム市。これはねロシアです、ね。なんか誰か走ってる。誰か走ってるプレイヤーが。色付きのワイヤル。アマさんその人全く返事くれないですか。くれない。じゃないんですよ。バレットのゾンビに追われてる今。降りると強。俺だそれ俺だ。お、じゃあ言うね。コードが言うね。言うね。来た。言うね。言うね。言うね。結構すごい。本物だ。本物だぞ。これ上のベースで上がろうと思って俺今からここから。あ、グランドリー。それ着陸の時に仲間が待ち構えてるとか落ちないですか？大丈夫？なあ。ハロー、ハロー。あ、追われてる。グランドリー。俺が追われてる。俺が追われてる。よし、あいつを逃げろ、俺は。あ、俺どこしたんかな、これ。アイムフレンドリー。返事してくれないな。さっきと同じ場所じゃん。めっちゃ追っかけられてる。めっちゃ追っかけられてる。これ、あれだな、アイテム落ちやすいところってあるの？アルマツレイズは。Where are you from?あその建物によって湧くアイテムがある程度決まってはいます。あれ自転車俺マップ外に連れてかれる。これどうしよう。俺武器ないからな殴り殺されるかもしれない。 You're dead? You're dead? マップ外に来た。うわ何する気なんだ。自転車ゲット。食われてこ一回死のこれ自転車って2ケツできるんですか。あはい ありがとうございます。開かない。竹内ひりきポジ起動。開かない。俺を救いに来る、
つもり。マスプガイダー。え、これ、アーマー2のチャリティこっち何考えてんだ。マップオーバーできる。あ、すごい高度高い。じゃあ、シンさん、道路戻りますよ。オッケー。あ、やばい、俺ね、怖い。処刑されるこれ。どこにいるの？いないよ。俺絶対ガンナ。上から降りて下ってきてます。オッケー、オッケー。FPS 20%。あ、いた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 。配信設定が高いからな、今。あー、来て来て来て。めっちゃ多い。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。Hey guys。一回どっか逃げません？エレクトンは I crash the helicopter。 何これ ？I want bicycle。I crash the helicopter。聞いちゃうよだって。どけ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 。bicycle。マジもうもう危ない危ない。あ気づかれた。ああちゃんと殴られる。危ねえ危ねえ。危ねえ。やばいやばい。あこれこれ別。あ、スジさん死んだ。シジさん死んだ。死んでますけれど。これもゾンビ、ゾンビか。よし、よし。ちゃんとやろう。I like helicopter! Not eject! 武器ないからきついね。トラコ。あ、チャリ壊れた。この人めっちゃ怒ってる。そりゃそうだろう、勝手に乗ってきたんだから。この辺壊れてるか降りろって言ったで、したらすごいよ、なんか高度を 500m くらいまで上昇し始めた。GoIP で何ボタンやったっけな、変えたっけな俺。めっちゃ頭揺れるな。ヘッドボブ切ってないごめんごめん、ヘッドボブコンフィングのところが切れたはずですけど、コンフィングとか設定画面セッティングところでアイシングキルユーゲームオプションヘッドボブ。私はあなたを殺したいって言ってますけど、あ、なくなった高度800ヘイロー効果の高さまでいった。直しかないんじゃない？ジャパニーズ、ジャパニーズ。やだよ。多分あっちもそれを望んでると思うけど。腹切り？腹切り？腹切り？飛び降りればいいと思う。やだよ。だってこれ、ま、画面真っ暗いなんだぞ。こっから歩けってお前。いやだよ。これそれどうしたもんかね。うん、ウエストエアポート。ウエストエアポートね、お願いします。お願いします。プリーズプリーズプリーズお願いします。ライトライト、あれこれアイテムどれ取るの？これ G でライト、これかこのボタンかなあとはマウスホイールでマウスホイールマウスホイールセンター押しで、あの開けられます。インベントに入れればいいのか。そう、隣の先に。あ、入った入った。あ、重いんだ。重いだけだ。そう、重いですよ。エンプティー感取ってるし。ウエストエアポート、プリーズ。めっちゃ重いな。だめだもう。押し問答だ。7乗りだよ。それヘリコプターのガソリン残量ってそこで見れるんですか？
あ、見れない。ドライバーシートに行かないと見れないの、ね、あれ、助手席で勝手に操縦触っちゃうことってできないでしょ。できない、できない。そっか。A2 でそれはできないのか。このヘリに乗った状態で俺ちょっとあれだね、カビコさんのエラーに対応するわ。うわー、ゾンビいるな、怖いな、やだ。いや、 A2 はですね、パラシュートに高度150で飛び終えたら自動で開くんですよね。あれ、サーバー変えました。カビコさん、どうですか。変えてない。パンツさんどうですか。エツさんもこんばんは。落としてる。1.88 を落としてる段階ですね。パンツさん。エツさんこんばんは。で、二人して全然加速しねえとかっつって、おいや僕ディスコード入ってますね。どうしたんだって。どっ。あ、チャラを。今年11月にまた。なんかね。うん。おもしく。かわいそうだから降りるか。どっちがかわいそうなんだから。あ今ダウンロード中ですね。やった半分、やった半分。でもあれだよね、これ敵として出てきたら怖いから機銃全部使っとくか。うん、それもありだ。てかそれはありだと思う、かなりね。でも向こう相当イラつくと思いますけどね。大変ぶっ放してこ。ぶっ放してこ。ぶっ殺して。じゃあ全部弾ロストしてから行くわ。あ、それありですね。武器なんかあるから戦争が起きるんだ。ヘリ奪ったんすか、その周りに。じゃあ同情してんねん、勝手に。でもその感じだとさ、なんかあの連れがいるっぽい感じじゃないよね。単独っぽい。じゃあ、両方の MG を。そしたらなんか、まあ、まあ、どうなんだ。よし、で、積んでる弾もない。ギアは？あ、ギアの中にいっぱいある。でもかわいそうだから。でもデイズってそういうゲームだよな。そうだよ。君、しばらくやってない間に随分ひ弱になって思ったね。牙を抜かれてしまってる。牙を抜かれてるんだよね。待てよって顔した。そうだよな、優しさなんか。じゃあ、俺のさっき着てた汗まみれのお洋服あげるから、エンジンちょうだい。カバレモデーザーってそんなに下がれっすよ。バス乗せまーすってやつ見て撃つ。一発で聞くぐらいですか。違う。最後にサンキューってか、サンキューって言われても、サンキューって。じゃあ俺は、ね、取るボタンが分かれへんかった。なんで取られへん。降りた。ひどいな。新次さん並みにひどいことやったぞ俺。なんで？僕ひどくないっすよ。すごい。スーパーバンディットだこれ。綺麗なバンディット。くそ。あれ？パラシュート開いたんだ。開くよ。ヘリコプターどっか行った？あの玉なし野郎戦えないからいいか。むしろ装備も奪えてラッキーだったんじゃないですか。ラッキーだったな。いや、お友達になりたかったんだけど降りろしか言わないから。朝こんばんは。こんなところでどうする。くそ。あ、しか俺マップも打ってないや。武器もなんもねえじゃねえか。すっぱだかやから。おっ、いた。僕の実行。うわあ、怒って殺しに来た。ぶつけてきたあいつ。ああ、やっぱそう。やっぱそう来るか。ギャルをもう基盤にぶつけてた。ギャルマみたいな感じになってるあいつ。ガルマみたい。どうやだよな。かかったな。かかった。もうここにぶつけてやる。やばい、ローターでビンチに続きだ俺のこと。そうだ。そうはいかんだっけ。新しい展開なんだけど俺。やばい、空中バトル。空中バトル。やめろ。やめろ。空中バトル。絶対殺すわ。
ガウが僕前にぶつかるから危ねえ、避けた、危ねえ。やめろ、まさかお前来たって。神展開やな。やべ、もう一回、もう一回来るぞ。もう一回来るぞ。これ見てよ。あ、これは当たった、当たんない。かわした、スッて避けた。危ねえ、危ねえ、危ねえ。こっち。やめろ。持ってるわ、さすが。まあ、Enjoy your run back to Shibuya。すげえ、あの、俺のヘリコプターの人、歩いてこいよって言ってんでしょ。俺の、俺のじゃないでしょ。そもそも俺のじゃないでしょ。まず中国地方を間違ってる。マップ端から歩いてこいやみたいなこと言ってんじゃん、これ多分、ちゃんと俺。多分そうだと思う。Enjoy your run。マラソンを楽しんでねって書いてある。ああ、羽織ってくな。待ってね。天城さん、ダメですよ、ちゃんと中身取ってから。あ、やべ。取ったよ。あ、取りました？うん。ガス、中身くらい取って。中身で全部取って、外にポイポイしてながら、降りればよかった。I like it。ポイポイしてれないですもん、フェイズは。取れない、捨てれないのか。そう、足元に置くっていうことしかできないんで。そうだ、意味ないね。よく広告に、じゃあ、こう乗り物に乗ってるときはもう自動的に乗り物に入れちゃうんですよ。あー、ね、技術もあるし、うん、なるほど。あの人、修理してたから。あ、やっとショットガンゲット、ショットガンゲット。デリカンもらってきた。え、マジさん、帰れた。じゃあ、俺まだダウンロード終わってないっすよ。なんで取れない。あと3分の1。パピさんまだ入ってないもん。テープやってんのにな。あ、オッケーオッケー。俺まだ200メガしか進んでないんで。え、どうやって撮んのこれ。あと3分の1。ちょっと待って、どうやって撮んのこれ。一人のに暴言を吐く。ナイス、ウィンチェスト。暴言吐いてない、俺紳士だったよ。はい、話してたもん、これ。話し。オッケー。天城さん、デイズから離れてたから嗅覚鈍ってる。やばい、ゾンビがいっぱい入ってきた。コミュニケーション取ったもん、俺。待ってくれ、今日の弁当って書いてある。あ、カイさん、あの、コメント戻ってもらえれば俺全部書いてる、弁当。やべ、ゾンビ多い。今日すごく重い。嘘、配信重い？あれ、どうやって撮んの、これ。くる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 しますね。モロトクさん、こんばんは。一応コピペしてあげるか。まあ、S だからね。こうか、こうか、こうか。パンさん、パピさん、格闘強さん、トメキチさん、島根、トレイジーさん、アマギさん。一旦なりました、トメキチ。ライブ、待って、ライブ、はい。通話だけ、花さん。配信重い？マイクは。アマギさん、全然入ってやべ、バンされてもらえます。すごいガチャガチャだね。オッケー、ハンドマン。ついに。このレベル感いらねえよ。ついにパピさんがバンさんに許しするよ。バン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 。なん、花。バン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 。あゆバン。お疲れ様です。What？ 神殿さんも知らない間に BP とか言ってるからね。嬉しい。いいよ。間違っちゃったんだな。お前殺されるぞって言って。ね、でも、まあ、ドックに会って2日目ぐらいからもう BP よ、お前よって。そう言ってた言ってた。ハラハラしたから。ハラハラした。はい、あの時はみんなハラハラしてた。大丈夫かこの2人と思って。これ2人になったら締められるんじゃないのかと思って。うわ、まあ締められる、まあ締められたのに。すごい。でもそのことに対しては特に締められてないじゃないの。そうそう、それ以外では大丈夫。それ以外のことで3回くらい締められてるけど。ほら、ドックがコメントで言って BP をお前よってコメント。煽ってくる。バンさんチャンネル。俺に他の人に対しての態度、ドイツに行っても何も成長してねえじゃねえか。俺はええんやけど。
おいおい俺みたいな人がみんなじゃないから、まあ大概の人はそうじゃないですね。まあね、本当にでも最初の本当に知り合ったばっかの頃ハラハラしましたよ。ハラハラした。BP はさ絶対バンさんはこうでダメなんだよっていう絶対発言が入ってくるから。どうギョギョした俺は。ドクターのあれや。あ、天木さんをあれですね。自動で戻ります。あとパルクさんが、あ、先だ、仲良くなったところにはちょっと毒さ丸くなったとか、1、2回締められた。いや、犬主がなんかしばらくインしなくなって、久々に犬主と通話つないだときに、わあ、こんばんはとかって言われて、はっ、俺のことちゃん呼びなんかしたっけと思って。逆に気持ち悪い。っていうか敬語になってるしみたいな、どうしたみたいな、熱あんのかなとか思って。うわ、うさぎだ。ああ、ちょっと。脳みそ全脳化して乗せ替えたんですよ。聞いたらなんか仕事で敬語が癖になったとかって言って。なるほど。と怖い。素晴らしいことね。そうびっくりした本当に。よーし、なんかみんなやっぱりなんか頑張れば入れるみたいだし。どうするよ。分ける外部し。あ、分けなくていいんじゃないですか。え、みんな味方だったら分けなくていいんじゃないですか。敵、天木さんの敵になる人だったら分けた方がいいかもしれないけど。どうって。あれ、はしごこれだ。す。天木さん殺しに行く組っているんですか。こいつ。いや、一応当初の目的はそのこっちに参加していいものではないと思ってたので、そう、僕もこっそり狩りに行くんだと思ってたんで、そう、なんでバンさんと一応ソメさんとなんかバンさんと一緒にその天木さんと新婚狩りに行くと思って、狩られる側、狩る側ですね。で一応その狩る側の方にメモさんにいるんじゃねえの今。いやー来ないんじゃないですか。え、来るの？来るって言ってたんですか。わかんないです。なんか遅くなるかなみたいなこと言ってました。ああ。急に。でも微妙なところです。参加できたとしてもっていう発言だったんで。やっと取れた。彼女って来るんじゃない？いや来ないだろ。そしたらすげえな。あ、もうリア充ってだけでみんな死ぬんじゃないですか。やばいな。あ、死にそう。バンビットだ。信じます。ユースママの横を下がってる。ユータ。信じます。ユータ。デッドだ。デッドか。ユデッか。ユバンデッド。二三回聞いてくる。すげえすごいぞ。ああ、怖い。あおりだから。どうなってたぞ。ジェルナルースは困らないんだな、まで。リアジュってどこの人だよ。リアジュドーク、ドーク、リアジュってどこの人？じゃあリアジュってことも知らないじゃないですか。ってことでしょ、たぶん天木さんを探せ、かっこ聖書とは。なんだ、怖いよ、やめたよ。でもたまにリアジュの名前。今一番天木さん探すの大変でしょ、マップの端っこにいるから。マップの端っこ、予想つかないよ。確かに。天木さんここ走ってるのどこだよ、道路的に。北西空港で北西。この後ろ。伊丹水大丈夫。乳牛が追加されてる。乳牛が追加されてる。こんなんいなかった。バンさん、バンさん。え、牛いなかったっけ？いや、乳牛はいなかった。あ、普通、茶色いやつだけだっけ？乳牛。大型って大丈夫だったじゃないですか。あ、そう、大型大丈夫。あれさ、現実世界も大型ってどの血液型に仕上げれるんですね。どういうことですか？そうですよ。そういう設定がされてるんですね、この中でも。そういうこと？そういうことだと思って、そのこの前なんかその血液型の話になってる時に、ふとこのやってる時にフラッシュバックしてきて。すごいデイズローだね。はい。血液型の話してデイズを覚え出すってかなりデイズローだね。そうお袋から大型はどの血液型にも輸血できるんだよって言われた瞬間に、だからあの時血液型大型使えたんだと思って。なんでだよ。やばい、病気だよ。仲間ができた俺。これ今乳牛。え、あ、天木さんあれ前から牛いませんでしたっけ。いや、茶色いのはいたんだけど乳牛はいなかった。乳牛はいなかったのか。
しかも寄り添って歩いてるし。フォールアウトになった俺。みんなどっか彼女を作れないんじゃなくて作らないんですって言ってますけど、どう思います？おお、じゃあ作ってみてください。おお。甘いやん。ときめも配信あるから今度来いよ。お前の実力見せてもらうよ。どっかまで放うって言ってるし。バイバイ。すげえ可愛いんだけどあれ。歩き方あれ可愛くない？すごい可愛いし、なんかのし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 言ってます。くそ、ハンドガン消えた。やべ。これ使えんの？おかしい。実連れて、一時間ちょっと散歩道で。やめろ。行くぞ、書くんで、休むかって。まあ、キルで高くても女にモテると限らないからな。何言ってんだよ、サスレボックス見ろよ。キルレが高いやつがこんなにモテるんだよ。あ、ちょ、あれは例外だった。モテるが例外。モテるんだよ。人間オースト今だからってモテると思う。でもやっぱゲーム上手い人ってやっぱ頭いいっていうか容量いいから、まあ、上手いことやりますよね。でも女の人ってゲーム好きな人結構嫌う人多いっすよ。そうだよ。そうなんだ。ゲーム否定されて精神崩壊してるやつ知ってるよ俺。いや俺精神崩壊もうそろそろ しなきゃいけなくなる。4月ぐらいで一緒に住むからゲームできなくなる。うん、捨てちゃうんだよそれで。怖いよ、俺も精神崩壊したもん。だって結婚するときにそれ契約書書かなかったもん。ゲームはよくない。結婚する前は北西空港何者だっけ。やめろコメント行くとしかいねえ。GTA とかそういう人打つゲームとか見てるの好きなんだよねって言われてたのに結婚したら変わったんすよ。お前らセンスあるじゃねえか。騙されたパターン。ごめんなさい。やばいな。だからよくあの GTA 一人でやってる時隣で見てましたよ、ストーリー進めてる時。こんな、あこんなロシア嫌だって書いてある。あこんなロシア嫌だって。超面白い。うまいうまい超うまい。本当に、まあ、どんなロシアも嫌なんだけどね。ソ連時代も嫌だし今のロシアも嫌だよ。帝政ロシアも嫌だし今オフライン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 今人命が畜生これ人格してるんですか。人命の棒読みだ。棒読みちゃんこれ読んだのこっちの方が。あ、ぼよりちゃんの放送止めたわよ。ごめんごめん。あ、これプチプチ落ちるんだね。トマトになっちゃうのはちょっとね、YouTube の都合が悪いのか、設定がうまくいってないのか。うん、マグロさんがゲームばっかしてちゃねえって。よくまで出したかってなるわ。明日、俺は放送してなくてもぼよみちゃん読んでくれるんですか。はい、秘密だよ。アルマであんなやってんのに裏切りだぞそれは。でもゲーム女子じゃねえか。そうだよ、女子のくせにゲームやってる男はねえってそりゃないだろう。あ、アルマちゃん読むんだ、すげえな。アルマなんてやってる女地球上に100人もいねえぞ。そんな少ない地球上だって。俺だってやってたけど、だってカウントしてるもんまだ10人いないよ俺の中で。俺も10人いねえな。誰かさ、ゲーム実況の女の人でデイズ上げてる人おるけど、すごいおすすめで上がってくんねんけど。あの人かな、そのなんだっけ、さっき言ってた僕の前コピペした人だ。牛や。それ入れてもいないな。牛かわいい、牛歩き方かわいい。かわいいっしょ。その中でもこの人と一緒にやってるよ、いつもデイズ。あ、デイズだ。ダニアさん、もうすでにデイズはなんかアルマじゃねえ。ハイエナついてるよ。そう、牛だ。牛かわいい、牛かわいい。かわいいでしょ。トコ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 ってお前毛から、あっ。バンさんのは黒毛は毛か。あ、来る来る来る。誰これバンさんか、バンさんか。何、バンさんとハナ合流したのか。やめろ、待っちゃう。貴様、貴様、貴様か。あ、本末じゃった。ネカマスタイルか、来たら。ネカマスタイル、ネカマスタイル来た。まだ声が出せるボックスみたいなのに。ちょっと俺、毛借りてんの。バンさんの毛借ってやろうか、この野郎。ハナーさんって、ハナーさんってダッセルの声に似てませんか。いや、分かった。似てない。すごい見たことないからな、あんまり。
俺すごいそっくりだと思う、ハナさん。ダッセルボックスの声に。ロジクール。ダッセルモデルのロジクールの宣伝してよ。やるなんで。ハナさん実はダッセルなんですよ。知らなかったっすか。みんな黙ってたのに。ちょっと待って、この辺昆布あるコンブ。みんなどこに昆布じゃない昆布昆布。昆布あった。井戸。大丈夫？昆布取りに。配信落ちた。配信ラグったりしてない。もうなんか配信重たいって言ってるんだけど。いやラグってはいないと思うよ。カクカクってしますね。時々止まるけど。あこ入れる。止まるのはまあしょうがないとして。まあこれもうゲーム自体がちょっと重たいゲームなんで多少はもうちょっと多めに。もう一人来た。あとは受け取る側が画質を落としてみるとか。そうそれまでそれまで受け取る側の問題なのかな。受け取る側の問題あるからね。あれ足真根さんダウンロード終わりました。もうちょっとふやさんがなんかあと100150初めてダウンロードどんぐらいかかってます。あと19分小1時間ぐらいかかる。覚えば熱い。いや1時間はかかんないと思います。あ大豆自体が確実場面はあるね。それはまあ重たいので、その1.88をしっかり落としとかないと入れないみたいなんですよね。ちょっと今落としてるけど終わんないから。どれぐらい出てます速度。あちょっと見てないや。来やがったからめんどくせえね。俺300 でかくて300キロバイトぐらいしか出ないいないよこれ。でかくて600かな。どうしよう。俺なんでなんか、ツーマンセルに分かれる?2-2に分かれる一人でやるの寂しいんだったら、2-2に分かれる。いや、なんかさ、どう2-2まで行かなくても。え、全員的ってことそれ以外は。いや、2-2に分かれる。分かんない。2-2に分かれて。4-4でもいいんじゃないですか、別に。4-4で分かれる ?4-4 で、じゃあ。ブラッドタイムは B と A と。じゃあ意外に面白くなってましたよ、僕は。じゃあ、交渉の目的にしますか。どうする。え、このごちゃごちゃでいい。あったらあれだよ、だって誰あってあれだってサーバーの6割以上が俺たちだから、王者になって支配するだけ。バットある、バットもいっぱい。いや、まあでも別に多分見てる側としては多分いっぱいいた方がいいんじゃないですかね。え、視聴者さん側からしたら多分ヒリヒリしたものが見たいんですよ。そうなんだよ。多分ヒリヒリしたのが見たいはずだよ。本当のことをみんなね、そうだよ、慣れやすいんじゃねえって。そう、でも、あれねえねえ、おすすめのつもりだったんだから合流しようと思ってもさ、そうそう合流できないから適当でいいんじゃない。思うがままに行えばいいんじゃないですか。まだここどこかわかる。バンザイラムチェルナルースっすね、たぶん。でもわかんないです。バンザイラムチェルナルースだね。病院のテントがあるところ。まあ、見てる人の判断合うかな。バンさんがいるのはチェルナルースです。コメントするたび落ちてる人しますね。 iPhone で見てる方がいい。あ、ね、なんか YouTube 調子悪いんですよね、最近ね。生放送関係は iPhone。 僕 iPhone で見てるけど、そんなお前らの中に前、マラソンする時のスタート地点ハハ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 。食い殺せって言ってるな。クラフトかバニラでもクラフトなんかあったんでしたっけ。アップデートで追加されたんだね。これ最終アップデートなんじゃない。これどっから開けばいいんですか。これもうそろそろデイズ2になりそうだもん。アップデート
さんがとりあえずバルタで分けば天城さんじゃなくてパンさんたちは近い。落ちまくる。あ、じゃあ、はい、来週ガイドの一番左下。いや、天城さん、天城さん、俺らの方、そんなに落ちてない。パソコンで見てる。あ、俺スマホで見てますけど、そうでもないですよ。ビットレートなんじゃないの。だから、あ、じゃあ見る側で、最終、重っ。見る側で、あとオートレスも、あの画質設定。画質見る側で画質下げたら落ちないよ。画質やっぱ見てる側の回線速度もやっぱあるんで。うん。回線速度すごい重要。はい、ああ。回転だ。回線速度高い人はめっちゃ綺麗な状態で見える。あ、やっぱりスマホでだ。はい、じゃあ。Wi-Fi の通信とかにもよるだよ。俺も Wi-Fi で見ると、落ちたりするんで。これは今一瞬だけ。みんな明るすぎ。でもはぐれちゃった。あのね、スマホは Wi-Fi の状況があるので、いい契約してても、場所とか電波の入りとか、バリさんでも、しやすかったりするので。バリさんって懐かしいですね。バリさん。懐かしいわ。落ちやすいので、接続テストしないと結局車どれぐらい配線速度がいいか分かんないから車電話かかってくるとティコティコ光るアンテナありましたよね昔ね。あったありました。超懐かしい。知らないでしょ。タマピッチ。タマゴッチと携帯が合体したんでバンダイが作った携帯だよ。知らねえ、あんた。で、まあ、タマピッチ同士でタマゴッチ慣れ合わせられるんだよ。5万円だよ、携帯。あ、1台5万円だよ。これインベントリ開くのどうやるんですか。ジーキなるほど。ギアの G だ。グレートの G だ。ギアの G。グレート。ギダ。グレートマンだ。グレートマンだ。グレートマン。グレートマン。しょうがねえな。ガビーの G じゃなくて。でも、戦うにもな。ガビーが貧弱なので。ゴリラの G だ。バットしかない。設定変えても。バット強くない。一撃で殺せるんだけど。バット強いですね。そっか。まあ俺が持ってる銃と対決してもいいけどね。VC 繋いでるからって慣れ合わなくてもいい。そうだね。見つけ次第殺します。そうだよ。だって守るべきは俺。天城さんはとりあえず湧いたらゾンビ4体に追いかけられてるんですけど速攻で。バンさんとハナは結局あれですか。隠れてる。同じ場所にいるけど。マジで。あんな病院に行けばバンさんいるよ。また死んだ。病院か。また死んだ。銃なと思っていたのに。あ、遊んでるサーバー崩壊してあげるよ。配信狩りとかさ、配信狩り。配信狩りになっちゃうか。配信狩り行こうよ。配信狩り。なんだ、ログ、アシン様たちだ。配信切ってこいよって話。ゾンビに。いや、そんな配信切ってるって言って裏でつけてます。あ、安定しました。オッケーオッケー。でもそしたらでこんだけ人数いるから楽しいんじゃない。逆にボッコできる。いやでもデイズボッコできる。いや、あの数の暴力が効かないのがデイズじゃないですか。まあまあ基本的には。バンさん今ハナのことエイムしてた。あ、っ早速始まっちゃう。始まっちゃうこれ。気兼ねを引いたらそこが戦争のスタート。戦えるほどの弾がないからね。今チラッと見たらすげえエイムしてんな。誰のことエイムしてんだろうと思って弾。はい、ありがとう。あ、そうだ、あの暗がり峠どうでした。あー、なんかすごい上りきつい。下りもきつい。下りはすごいきつかった。すげえ、いろんな人の動画見てて行ってみてえな。有名っすよね。ですよね。バンソンも走ってると思って今日あの生放送中におすすめで出てきたので一回生放送抜け出して見に行ったんですけど。何を。暗がり峠っていう
関西で有名なあの急な坂の峠があるんですよ。ごめんなさい、俺ちょっとトイレ行く。行けよ、許可してやるよ。よし、バンストンヌが席を離れて、この席にカバンの中のものがなくなってる。花気をつける、証拠は残る。ディスコネしてるから。バンなんです、バンなんです。アウトレイクボッチがバンさん、花さんのケツに銃弾ぶち込みましょうよ。ハナさんのことアセルボックス似てるよ、絶対似てるよ。間違いないよ。ちょっとおとなしくこうユーモアを抜いたら、ハナさんからダッセルボックスだって。ハナテルボックスだって。ハナテルじゃん。ハナテルボックス。ハナテルボックス。ハナテルボックス絶対未満だろ。昼で 0.3 とかだろ、鼻テレボックス。鼻、鼻。はい。これ BGM 切れないですか、BGM。BGM 切れるよ。あの、BGM 切れるはず。あ、でも止まったら死ぬ。くっそ。本当？そう、ピンクルだな、レア。ブラウザーバックスな。家にあるブランドの服とかエアガンとか全部売ったら結構な金になる。いやー。俺はマラソン楽しいんだけどね。ライン飛んできます。よっしゃー。ちょっと今、札束抱えてる。海、道路、線路のとこにいるんですけど、どこでしょう。どこで湧きました、最初。南側です。南側です。南か。北に上がればいいですね。それを、海を左手に進んでいくと、チェルノブイリ。はい、足丸さんどこで湧いたんでしたっけ。多分バロタ。あ、バロタだったら海を右手に見ながら走らないと。あ、そうだね、バロタだったら右手だね。右手了解。はい、バロタから 1.5 キロなんでチェルノブイリ。なんでタイノメキ状態なんだ。余裕だな。山道突っ切るという本当は一番いいんですよ、チェルノブイリ。ダイナミック迷子になっちゃう。そうなんですよね、迷子になってこ。足丸さんリアルでも高校落ちちゃうからダメ、それ高校落ちちゃうから怒られると。あと9メガバイトでもあのもう少しで入れるぞ。やっと俺も放送できるし参加できる。A2Days は970だと余裕した。生放送余裕じゃねえよ。あれでも俺結構 A2Days 放送してそんなに、まあ、ビットレートは下げてますけど、もちろんかなり。はあはあ、まあできなくは。今日すごいんだけど、ゾンビ。俺、どれぐらいだっけ、それ。やっとるかもしれない。まあ、ちょっと待って。染めさん、俺、ビットレート2000まで下げてます。間違ったら結構下げてる。ああ、結構下げてる。てか、なんかそんなに買い物が。染めてるボックス。意味ないって言われたんですよ。天城リベンジポーズ、なんだお前。染めてるボックス、なんだよ、それ。やだ、すぐ怒んだろ。やだよ、そんなの。顔を真っ赤に染めてるボックス。顔真っ赤染めてるボックス、やだよ。キルレも 1.5 くらいで。キルレは 1.5。光は5だよ。キルレは 1.5 もないですよ。顔真っ赤5だよ。マジだよ。このサブめっちゃゾンビいるんですけど。A2Days は基本的にどのサバもいっぱいいるんじゃないですか。そうですね。ゾンビの数は多分そんなに関係ないかもしれない。常に4匹に追いかけられてるんですけど、諦めてくんないし。諦めてくんないよ。視線切って動かないじゃない。諦めてくれない。視線切ったら意外と壁の裏。もみの木使ってこう。あと、了解。自分の視線を切るんですね。そうです、そうです。あと音で結構バレちゃいますよね。そうですね。コンクリートか道路の上はすぐ音でバレる。意外と右側のメーター大事なんだよ。そう、右側のめっちゃ大事。15社あるけど、よし、多分これ放送いける。サラグロ配信再開。あら、はい。そうそう、ヒューマニティがね、多分裏からで行ってんのかな。ヒューマニティ外さないよね。ヒューマニティデイズの戦士高っ。マウスオーバーの設定したい、設定したい。ゾンビ諦めてくれ。あとは足さん、あれ、建物を使うとね、ゾンビ建物の中走れないから。ハブハブなんでよ。あ、そうそうそう、 S8 と違って走れないですよね。
前に帰る。ゾンビ処理するときも建物の中で処理するときもすごい楽です。なるほど。最後にいっぱいゲットした。あ、開かねえのかよここ。やべえな。やべえな、カフェは。誰か俺と結婚してくんないって言われてるけど。結婚したやつはみんな死んだよ。それでもすんのか。結婚なんて人生の墓場だぞ。なんでお前が言うんだよ、そんなこと。ほっといても死ぬから。来た、入れたー。一匹いる、一匹いる、超速いのがいる。チキシャ、諦めろよ、いつまで。足さん今、チェルノに走ってるんだけどね。多分ね。やべ、コルトさんが M16 で襲いかかってくるかもしれない。じゃあ俺もバロタ湧きするわ。お、ありがとう、ケンジさん。まあ、俺今、チェルノいるよ。あ、やった、チェルノ、ミンチだ、ミンチだ。あ、じゃあみんな近いじゃないですか。よっしゃ。ただ。やった銃手に入れた。武器持ってないやつ。なんと銃手に入れた。まいたぜー。見て見て。おお、やったじゃん。食料は殺して奪えばいい。ああ、嬉しい。すべて、すべて、すべて、ウィンチュ、ウィンチュ、ウィンチュった。おい、みんなこんな感覚的なことがあるか。暴れん坊デイズの天木さんと染吉さんまでいる状態で、デイズやれ。やめろや。やってよ。あとね、やめろよ。まだ俺いないから。ネムス、いやもう器に今いるじゃないですか。ネムさんが変わっちゃったんだよ。変わっちゃったんだよ。ネムさんが来てくれれば俺の夢叶うんですけどね。来ねえよ。ネムさんは来ない。来ねえ。もう戦いに飽きたってさ。いや、前 A2 ベース誘ったら、俺 SA がいいって言われちゃった。あの人気分嫌だからね。彼女ってやってる。やってない。バンディットだ。怖い。ありがとうございます。下がってるよ、みたいな。やってんの。そう、朝一ネモさんから誕生日おめでとうが入っててびっくりしたって俺って言って。あ、おめでとうございます。そうだ、誕生日だったんですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。え、ちょっと待って、今わし、ヒーバタキで言ってる気がするけど、これどこだろうね。そう、足真似さんもすぐ言ってくれた。だろう、まあ、やろう。こういうところ足真似やね。気が利くからね。嫁なんか12時まで起きてられる自信ないから早めのおめでとう来ましたから。あ、それまた優しいやんか。まだ言ってくれるだけいいんじゃないですか。アイアムヒーロー、そうそう、この順はね、まあ、アルバのね武器はそんなにね武器ダメージの差がないので、ね、銃はハンドガン含め全部強いと思った方がいいです。そう、銃持ってる時点で勝ち組ですからね。あのね、FPS と違うから銃は全部等しく強いです、うん。鼻テントの中でゾンビ殺してる。殺してない。ああ、殺した。バッタ殺してる。銃は銃です。銃は銃です。ただし、ファールは勝って。一発で殺せるし。いや、マジか。ゾンビバレた。マジか。もうゾンビいんの。骨折とかしたらもう絶望。骨折はもう、そうですね、結構。骨折は終わったな。まあ、ハナさんに頼んでとどめさせてもらうしかないよ。花さんがごめんなごめんなって言いながら、花の場合グヘヘヘヘって言いながら、なごめんなのって言うと思うか。ごめんなごめんな。おなかはバロワに。ちょっと射撃の練習するか。ごめんワニ。全然悪そうじゃない。ずらゾンビだ。やっぱりゾンビだ。悪びれてない感じがもう肉らしいですね。そう、あとは腕さん、その通り。怖いこと言う、その通り。あとは腕さん、天城さんからどんなゲーム届いたのかワクテかって。俺はもらう予定はないよ。やいだーだー。そらそらそら。クレームあるところがチェルナルス煙突とか。バロタから一番直近のその街はチェルナルースだね。おい、俺完全にゾンビゲーやってるわ。ちょこちょこちっちゃいもん、なんか家みたいな。あ、ちっちゃいの、ちっちゃいのではなくてでっかい街です。あ、じゃあこれチェルナや。着いた。早速ゾンビに向かいます。OK、じゃあ、入り口ですね。ドア開けるのって何ボタンですか、これ。コイルコロコロまで。コイルコロコロで。あ、そういうコロコロ、そんな時間ない。なやだ。すごい。本当にこれ開かない家の方が多いですね。うん、基本開かないっす。
あ、なにそれ、内装がちゃんと見えてるところしか入る、ね、窓が透けてる建物なら入る、ね、緑の三角ボタンみたいに見てる。あー了解、ディスコードに貼ってあるから、あ、サーバーとか貼ってあげるよ。待ってよ、サーバーとか貼ってあげる。ポルトさんとかイルさんも、わーらわー、なんかお父さんからハッピーバースデーパピーって、ヘリのパイロット、ありがとうございます。いや、ここエンプティカストしてみんな、ステージ変えてんの、いった終わったかな、危ない、そう、飲み物が欲しい、俺は。やつが、やつが、あげません、ハナ、ハナ病院に行けば、病院に、ハナ病院に行けばいいとこある、ちょっと待って、オッケー、さっき、井戸飲んでたでしょ、あ、ね、それを探してたんだけどね、病院のすぐ裏、部長部長って、うわ見えて、病院のすぐ裏にポンプあるよ、井戸の緑色のポンプ、 あれか、あったあったあった、あ、トラクターだ、乗れるんだよね、あれすごい、めっちゃなんかゾンビゲーやってる感あるんだけど、ウィンチェスター持ってこうやってるよ、やべ、折れた、うわー、最悪やそれ、洗礼受けてんな、洗礼だな、まあ俺が近くにおったら直してあげれるけど、でもバンサー、俺も銃持ってるから直してあげられるよ。先生、先生、ちょっと危ないやつや。来世でまた会おうだな、感じ。痛くしないように1回で仕留めてあげるからねってやつですね。バットってどうやって装備するんだっけ？ギア開いて、足蹴りされてる。ギア開いて、バット右クリックして、アドトゥーなんたらみたいなのをして。ですよね。あ、オナーある。あ、これバットじゃねえや、これ超足蹴りされてる、俺中のハンドルだ、いや、なんか周りに何見える、斧だ、消火弾来たぜ、斧が拾えない、うるせえって、斧のやめろよ、この時はバッタぜ、斧が拾えないですか、斧が拾えないいいんだよ、そういうのは、どうぞ、斧が拾えない、じゃあそれどうぞどうぞどうぞって言われるのは染さんの方だけど、染顔真っ赤なんだよ、こっちは。僕はあの聞いてるだけで結構満足なんだよ、はい、あ、死んだ、気絶した、死んだ、あー、島根さんがダウンした、大丈夫か、 You dead? I'm dead, I'm dead、 みんなよく見てんな、おい、山木、野球しようぜからの振りまで覚えてるか、すごいなぁ、すごいなぁ、すごいなぁ、いや、もう本当に暴れん坊デイズ1ヶ月に1回は見直してる、なんでだよ、分かったよ、月末、編集やってハードディスク空き作っときたら、あの天城さんの動画のその投稿が滞った時は暴れん坊デイズが戻るっていう、分かったよ、そんなに、そうで、暴れん坊デイズ全部見終わった頃に天城さんがちょっと落ち着いてまた放送開始し始めるっていう感じの時間が稼げる、なんだそりゃてか、え、これ A2 デイズ面白くね、これ A2 デイズ最高ですよ、分かった、もサーバーあるから、サーバー、まあ、全部違うゲームだからな、トラクターだよ、動くよ、これ面白いけど、やっぱり A2 でやったバレマスさん、ありがとう、お、トラクターだ、あ、それ、でも超遅いでしょ、トラクター、アルプよりはいいよ、あれ、これバックって拾えないの、拾える、拾える、コロしてあー、あったあった、テイク、テイク、よーし、さっきはマルノスタイペインキラー持ってたのに、今回ない、トメさんまた誘拐されないかな、今回ね、バンテージ2個しかない、うるせえわ、ここ、あ、最初の装備ランダムなんだ、わーい、やばい、A2 です、面白い、ここどこだ、どっかの駅だろ、これ今ね、カッターにサバイバルして、マシュマネさんどこで湧きました、バロッタにした、あ、ダウンロード終わったり、ゲームダウンロードした人は教えてください、サーバーとか書いてあげるよ、工場内配信狩りされますよ、配信狩り、工場内、うん、工場内俺やで、ああ、よかった、誰か配信狩りしないかなって、いや、俺が信じて配信狩りに行くんだよ、俺から、バックは一回開かないため、装備してる時に、バックをダブルクリックしたらギーって開けちゃうんで、そこに掘り込む、
そう、あの目の前にアイテムがないとバッグの中にもあのバッグだけを開くってできないんですよ。え、何これこのゲーム面白くね。すごい。リペアビークル、あ、はい、ガソリンタンクつけよう。リペアフューエルキット、やった、俺あいつから取った道具まさか使えるとは思わなかった。行って、あのヘリコプター君から取ったんだよ俺アイテム。あのそれでガソリンタンクとフューエルタンク取ったんだけど、すごい使えるんだけど、それは俺のマイトラクター直すわ。あいつもトラクターに使われてるとは思わないだろう。マイトラクター、俺のマイトラクター。出血、出血した。ユーリーのフューエルタンクパーツリペア。あ、バラカマカロフだ。こんばんは。直したで。こんばんは。あれさ、ケニア機関物なんてどうやんの。あー、F で切り替えたよ。そう、投擲物だから F ボタンであの切り替えできますね。あ、そう、そこら辺ちょっと A3 とかと違いますよね。そうそうそう、久しぶりにやると忘れちゃうよ。いや、バットで、バット見つけたし、ハンドガン見つけたら今回でけえぞ。勝負する。バット、ショットガン、マグナム勝負するって怖いな、出来上がってるじゃねえか。名前の通りクレイジーだろ、怖い。バンさん、俺も病院今向かってるんで、バット持ってるやついたら行かないでください。ああ、タカトラさんがディスコに案内してほしいということで、あ、じゃあ俺がちょっと待って、今あのちょっとかんかった、誘うわ、ちょっと。バンさん、今どこにいるの、バンさん。タカトラさん、ちょっと待っててね。教えていいんかな、教えていいかな、これ。教えていいんかな、これ。教えていいんかな、知り合いみたいな。振りながら。出るの知ってる。出るの知ってる。って言ってたよ。やめろって。あ、でも、俺もハンドガン持ってる。俺は今ショットガン持ってる。俺も今ショットガン見つけましたよ。何その小学生みたいな会話。トン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 、レミントン見つけましたよ。何その小学生みたいな会話。篠野ニトンから来たな。篠野ニトン。俺の兄ちゃん大学生だぞみたいなの聞いたぞ。あ、カモ服見つけた、やった。あれが知れた。あ、間違った、間違った、間違った、キャンセルアクション、キャンセルアクションして、キャンセルして、キャンセルして、クロスにしちゃったじゃないか。最悪、いいや。ナイスクロス。いいよ、いいよ。あ、キャンセルできてた、よかった。そう、それを俺が切るから、どこに行くんだ。やった、ガソリン入れられる。あ、ダメだった、できなかった、できなかった。ガソリン入れようね。何言ってんだよ、俺とこいつのランデブーが始まるんだよ。ラグで出血止めれないのかな、止めれないの。包帯ラグだったら作れるよ。あ、ラグで止めれるんですか。そんなコメント書くなよ。何が、言っちゃいけない。なんで性欲負けてんだよ。呼んだんだからもう。そう、デリヘルはちょっと待って、ちょっとな。お前、今年一番のカオスコメントだよ。デリヘル呼んだ、キャンセル、キャンセルしてって。生々しいわ。呼ぶなよ。あ、終わった。なんで骨折した。いや、バーさんがモルヒネ持ってる。いっぱいモルヒネ持ってんね、俺。病院の足踏み崩した。病院の裏か、なんかで、CG さんに見つかったら殺されるぞ。バンさん、俺急いで行くから、俺急いで行くから、ショットガン持ちで急いで行く。病院の裏か、あの、ハピさんも怪しいよ、それ。ショットガン持ちで一発ショットガンドーンって。ショットガンで、はしごの中段のほう。で、CG さんの特製モルヒネ食らっちゃいますよ。裏側、それ下に聞こえてきちゃう。裏側？あ、そう、そういうこと？ちょっといっぱいゾンビ引き連れてる。こんばんは。なんか初見の人がいっぱい、初見じゃない、久しぶりの人もいっぱい来てる。こんばんは。こんばんは。ジェイバー聞いてみたいな。よし、みんな盛り上がってきたよ。病院2つありますよね。ショットガンダブルバレた。せつなさん、せつなさんが、お、せつなさんが来た。コネクション。やべえ、地獄絵図の始まりか。せつなさん、せつなさんが来た。せつなさん来た。
やべえ、やべえ、やべえ、これ来たよ、これやべえよ、最強が来ちゃったよ。すいません、カレーが出てしまった。最強はやばいぞ。あのどこ湧きするんだ、バルト湧き受けるのか。頼む、エネクリア来るな、エネクリア来るな。包帯巻けよ、包帯バンさん、バンさん、バンさん、今もう近いです、俺近いです。あー、さすがさん来られるんですか、今俺の動画に出る感じじゃないですか、これ移動、オッケー。待って、バンさん、そこ正面、誰かいる。これ移動、移動、パキさん、パキさん、これ俺移動、俺移動、俺移動、俺移動。あー、オッケー。お前ら、慣れ合いやがって。画面暗いな。あ、ダメ、知らねえ。画面暗いな、本当に。バカだ、バレた。病院入りますよ、俺。配信がやばいぞ、せつなさんが配信がに来てます。最強せつなが配信がに来てます。お前やべえや、あのってやばいんだよ。これヘリコプターに DMB 乗り上げてる。しかもモルヒネ落ちてんじゃん、いっぱい。バワチね、病院開けたからね。バンテージないんか。あ、持ってるはずなのに負けてない。こんばんはだ、せつなさん。お友達4人とネタをくれてますよ。またここどこでやってんの、お前。上でやってんか。屋上っす。お前らしっかり食べるんだぞ、ご飯。最強せつな来るぞ。私が回復すんのを待っていきます。屋上で焼いていくかい。あ、でも花、ご飯私はご飯食わないと次回もしないよ。ご飯持ってるから食べる。ちょっとテント行きます。みんなセルのみんなどうして買ったこと。うん、ですですです。ここで一応振り払って着るのは苦労せえ、水道もあるから。エレックの欲しいよ、食料ぐらいですね、ここで困るのは。あ、食料はそこそこ持っていけると思う。マジか、そんな人数いるのか、すげえな。じゃあショットガンとマグナムで俺は応戦するな。やっとバックパック見つけた、よっしゃ。でかいやつ。まあ、減ったなぁ。死にたい。さんが持ってたやつとテントにいません。あ、オッケーオッケー。テントつがらなくて今病院に戻ってます。ガムテとラグで包帯。あ、ショットガンあるよ、バンさん、バンさん、ショットガン。ガムテラブバレあるよ、ショットガン。お、ドリンク。あ、生水飲んじゃった、俺お腹壊すかも。バンさん、あれテント側来れませんか。うわ、何言ってん。うまいうまい、いい水だ。まだか、ま、この逆光で画面が暗くなるやつすげえな。本当に暗くて腹壊せとか言って。うまいうまい。ブライトネスとガンマをちょっと変えてるね。ブライトネス何でしたっけ。うるせえよ。明るさ、画面を明るくさとガンマを上げると見やすくなった。完全にスカイホワイトベースの環境です。霞んでる。それブライトさんですね。あ、誰か撃った今。ちょっと撃ってないぞ。誰か撃った。誰だ。誰だ。誰が来たかこれ。あ、いけないいけない。ちょっと待って。俺あれか。もうショットガン装備する。これで来てるなこれ。高虎さんをディスコードに招待しなきゃいけない。いいですかここに入れちゃって。あ、全然全然いいですよ。はい。バンさんどこに行ったんだろう。いけないいけない。バンさんがまずわかんねえ。いや、エレクは平和です。カットラッサ、うーん。できたよ、俺。瀬川さんって彼女できたよ。今のショットガン、新人さんなんすかね。新人さん、新人さん、無音やから。瀬川さんは違うよ、マージャン。バレる。喋らせてバレる。徹底的にマージャン来たぞ、これ。これ、マージャン。これはやった方がいいんですかね、見つけたら。やるしかないな。やるしかないよね。新人さんはガチでこれやってくるタイプですね。死んじゃう。結構笑いながら打ってくる。いた、見つけたぞ、新人さん。新人さん。パンパン。新人さんだろ、あれ絶対。だいぶゾンビいっぱいいるね。工場の方に逃げてった、工場の方に。あれ、なんかダメージ、ゾンビ殴られた時のエフェクトちょっと変わった。なんか変わったかもしれないですね。変わったかな。工場の方に、それ俺は立ち会うやんけ。うまいの、うまいの、スナックもいっぱいだの。幸せじゃこれ。あれ、バンさんって上下今降りてるよ。デイズの世界の方が幸せかもしれない。バックに詰めてバンさんのとこ持ってきます。バンさん病院の中来てください。たまやネイルガンだ。病院の中、病院の中了解。新人さん一人一体じゃないんだ、かわいそうやから。そっち方なら合流する人3ぐらい。
なんか了解。その余裕がいましたじゃん。ゾンビ引き連れて三三にしましょうか。1234お待たせしました。友達4人連れてきます。今から高虎さんが入ってきます。あ、来たね。これダメだな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラグ。こんばんは。こんばんは。あ、アラマキさん。あ、こんばんは。やめてくれ。これバンさん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 。心が壊れるじゃん。俺人の名前14時間間違えてたんだぞ。荒牧さん、あてて。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。このまま、開いて。ちょっとまだ DL は。はい、OK です。はい。また来ます。すいません。カバーお願い。はい。1、2、3、4、5、6。今、7人友達で来ました。ナイス。え、それ、デイズのサバの中で何一緒になってるってこと？違うよ。あれだよ、ちょっと徘徊した、徘徊した。ちょっとドロドロした友達よ。9、10、11、12、やべやべ、13くらいなってきた。友達13人、100人いけるかな。チャンネル登録者ですか、それ。だから視聴者さんがついてきてくる。熱烈な登録者が。そこで56人くらいならなかった、これ。いや、やめろーい。56人。連れて誰かに。おし、オッケーな、バンさんが。ナスリつけて逃げるみたいな。これってさ、バッグの中身どうやって入れたの？武器がなくても勝てる。バッグの中身は、ギア開いて、G で、バッグをダブルクリックするとバッグの中身見れるんで、クリックすると、勝手に手持ちのものと交換になるか、手持ちが空いてるのであればそこに入ります。面倒くせえやな、いろいろ。そうなんですよ。ほんでやら！カナはまだ上にいるの。これちょっと食べ物探してるから、視界がね、回復してね。やめろ。ちょ、ハンドガンも使えるから、弾もったいないから、まずハンドガン持って。やめろって。やばいよ、シンジさんが近くにいるよ、みんな怖いよ。やってやるべきだよ。フェア、フェアに行けるか。さてと、マイクが、マイクアンの手入れでもするか、マイタマーカーでもするか、マイクアンの、マイタマーカー、マイカー持ってんだ俺、ね、お前らと違うからマイカー持ってんだ。鼻が消えた。これは今、食料探し、食料探し。車の音したら発砲するアイカーだった、それ。あ、了解。痛い、乗せてやるよ。とりあえずバンさん、さっきあそこの左手の工場の方に新人さん走ってきました。やめろ、ダッセルボックスじゃねえんだから、そんな難しいゲームできないんだよ。鼻が出ちゃうよ。昔の青木さんと人は違いますねって煽られてます。どういうことだ、煽られてる。ファーミングシミュレーターかなって言われてます。1、2、3、4。完璧だ俺。待って、このサーバー俺ら身内しかいねえじゃん、ほとんど。やべ、だからほら、そっか、だから、あの、分けないと面白くなくなっちゃうから。そう。いや、僕分けなくても面白いんですけど、超ゾンビの追いかけられてる。あーやっちゃった。あ、なにこれ、飛行機落ちてる。あ、そうバンさん、あっちだ、バンさんあっち。バンさん、そっち方向。足真根さんたちそっちにいる。ほら、いた、足真根さん、あれ走ってんじゃん。あ、おった、足真根さん。それ、俺を殺す。あー、そんだけ街中オブジェクトあると抜けてくのだるいな。ほら、飛行機って言っちゃったから、足真根さん、俺場所分かっちゃった。足さんは早く新次さんと合流し。え、新次さん見つかる。で、これゾンビ引きすると新次さんと合流になっちゃうよ。あの、一回建物入って抜けてくといいんですよ。さっきそれやろうとして失敗したんだよね。あの、これも空いとるじゃん。あの小屋とか、でっかい小屋とか、たぶんあったり。これに入って。で、ゾンビが全員入ってきてから出る。難しいな、それ。僕、ソロだからそんな我慢できない。あ、今なんて？あ、やった！何も言ってません。リボルバーだ！アバンさんもそんなこと言ってません。
パパのリボルバーだ。いや、アイテム拾うのはコロコロ？コロコロもしくはアイテムにドラッグ合わせてジーキーでギアを開けば OK です。あ、マップだ。アマさんって、アマさんって今どの辺いるの？どこだ？多分わかんないっす。いいぜ、やった。おい、シンジよ。リボルバーを手に入れたんだ。弾が6発。お前を6回殺せるか、だったぞ、これ。アマギさんがすげえエム持ってると。てか一番怖いのは刹那さんだよ。まずそして刹那さんだっていやこの無言だもん。俺そのサバで今ノラの人何人いるんですか？一人ノラ一人。あら俺が一応刹那さんもノラに値するのであれば刹那さんも合わせて2人。刹那さんもノラで一緒最強って言ってるから。そうだ最強だもん。痛いよ。お前ら分かってねえだろ、刹那の最強具合が。チーターと友達になるぞ。あなたお前、刹那さんはゼイズ界のナウシカなんだぞ。俺はもう刹那さんから俺スナイプ褒めてもらえたからそれで満足。痛い。そうなんだ。あの、はい、オウムみたいなチーターが心を開くんだぞ、刹那さん。怖くないよって。そんな近くに足真似さんと新次さんがいるからね。新次さんが今どこにいるかわかんないんだよね。黙っちゃって。ゴルバとガバを。よーし。見つけました。ガバ？今。ガバメント。ガバ。うん。あら。とりあえずそれでどうなるやろ。A2 デイズも結構あれですね。風景綺麗ですね。これを殺したら美味しい飯がダメージ食べなくなるぞ。あの、エイツデイズにその機能はないです。マジか。殺されるわけじゃん。そうですよ、殺したものはそのまま手に入ります。パックだな、おい。SA からです、あのシビアになったのは。そうだろうね。視界が。これなんか病気か。そうなん、デイズ界の直しかなんだぞ、最強説だったのが。いや、病気だったら血液の周り見やすくなるから、それはない。チーターが懐いて、もう、俺の戦車乗ってくかいとかって、いや、テレズに。じゃねえだろみたいな。あれスレチャンマってどうやって装備するの？ダメで、フロッグ使ってるから装備できねえのか。あ、もしかしたらそうかもしれない。これでもな、もうちょっとな、装備集め生きてえよな。ハードボックスかい。一回行ってみるか。ワンチャンちょっと、じゃあ晩さん上からカバーしてくれたら鼻でもいいし。でもアボートして視界戻んないか。あ、そうだ、ハナ、待って、アボートの前にエスケープをして、ビデオ開いて。で、戻って。あ、戻った。アボート戻った。それ教えるの忘れてた。血液が戻ってたのね、一応ある程度。うん。それなのに、行かないくらいな。あー、それを言ってくれてなかったから、わかんない。ツールボックス見つけたら拾えなーい。ツールボックスも1個持ってるんだと思います。じゃあ多分バッグ持ってないからね。いいもんじゃない。やってみてくださいよ。いや、インベントリーの下の方にツールボックス入って、あ、ないのか。入ってなかったっすね。足に重たいとか。あ、多分足さん、それちゃんとカーソル合わせられてないんですよ。ギア開いてツールボックスの画面に出てきました。あ、分かった。ギャレ、いい感じに来るんじゃん。チータの目が、すんで青に変わる。オッケーなんだっけ、直しか。あ、青き衣を身にまとい、なんだっけ、金色の脳はあるんですか。バンサンマグナムですね。バンサンマグナムから、たまに今の持ってきます。金色の脳に折れて、青き子供を引いてる。サンマグの脳に折れた。その前に、これ、天木さんも新人組でいいですか。知らねえや。いやでも天木さんは新次さんを倒すって言ってるからね。バンサンプルか。これはね、バンリットするやつが大嫌いなんだよ。テイス使いの必要が余る。悪いバンリットじゃないよ。悪いバンリットはないよ。おかしいから矛盾しとるぞ。アイセットバンリットもいるんだよ。どういうことなんだよ。よく言いるやつじゃない。アイセットバンリットじゃない。さあ、どういうことなんだよ。言葉では説明できないもん、大切なバッグ。必要枠みたいな難しい言葉使いやがって。果たして俺が新次さんや島根さんを目の前にして鳥顔を引くことができるのかっていうあれがあるんです。大丈夫、クイックするだけだ。
に殺されそうだな。目標センターね。大丈夫、パピコさん俺のことクリックしてきたら、いろんな意味でクリックし返すから。そういうことだ。ハッカーだ、ハッカー。Qさんまで協力してたのに、私信じたんと。確かに。14時間全力で協力してたよ。くそ、ペーゼって高い、スパナが拾えない。テイク濡れるの？あれ残ってんのかな？わあ。いやあ、面白いなあ。これ。テイクって出るの？うん。その言い方。カンマを受けるから。やめろよ。もうあなたたちがやめてくれよ。やめろよ。装備関係はコロコロしてセーブせんと取れないよ。コロコロして。あ、すごいよ。バンさん、バンさん。テント取れませんよね。なんでこれね、バックパックあるっすよ。開発側がね、これアリスパック持ってる。あ、ほら、オッケー、じゃあ、花。俺もアリスパック持ってる。あ、オッケー、じゃあ、オッケーだ。左パック、オッケー。煙突の中見える。アリスパックちゃうで、お前。これ、あの、ボヘミアの開発が、こういうの隠して遊んでる。あれマジか、これ普通のパックだ、これ。天木さん、サバイバルパックとアサルトパックってどっちがでかいんでしたっけ？ほら、こんばんは。サバイバル、あ、どっちだっけな。こんばんは。デリクラもないな。サバイバルとブリティッシュアサルトパックってどっちがでかいんですか？デイザーははしごをとりあえず上がる。あ、それはありますね。これクローバーって装備できないの？煙突の中にね、隠しがあるんだよ。ちょっと久々に見に。そうそうそう、裏ステージ行けるからね。どういうことなんだよ。マリオじゃねえか。アサルに家にアサルトの方がでかい。あ、ゆっくり羊さんだ。ありがとう。クローバーは ADT ブラック。あ、羊さん。あ、ゆっくり羊さん。あ、こんばんは。びっくりした、びっくりした。ほら、俺ハナ、ここに俺のバッグ、もともと持ってたバックパック、ハナよりでかいやつある。ちょっと遊びに行けますか。ダメの力。あれ、ハナ、どこ行った。こんばんは。こんばんは。いや、順調だ。ディースでは遊びではないです。この試合になりますけど大丈夫です。俺たちのためはまだまだこれから。あの、来たかったら大丈夫やで。来てくれたらいいんやで。うん。入りたい人は別に招待するぞ。このサーバーはほとんど身内したいしかいないから、身内の殺し合いになるけど。そうだよ。そうだよ。やってやる。誰が始めにやるかな。バンポッポ誘拐してやるんだ。野良戦よりも立ち悪い。これ俺とシンジさんで共闘してバンポッポ誘拐してやるんや。あれ、今度シンジさんが上になってる。マジで FMI がなんであんなに回るのか。お、今一瞬100人超えたっぽいっすよ。天木さん、ジェリーカンをゲットしましたよ。自供させる。そう、自供させるんだ。お前払ったんだろうって。ブーム的な何かの力を借りたんだろ。消えよ。パチチナヤで。バンさん、血液1個見つけたっす。あ、大型。大型。大型です。これ B だ。あ、B、大型以外持ってこなくていいかもしんな、ね、い。ショック死するからね。うん。してみてえな。してみてえのか。アルマツで遊べるかな。あれで単純に血入れられた瞬間に画面700円くらいで買ってやるといいの。あの、安いしないと。超アルマツデイズのあの、なんだ、バロタの海岸沿いにある、あ、軍事基地ですか。軍事テント。はいはい。あんまり湧かないです、ね、あそこはそんなには湧かないですね。わかんないですけど、ただあの、モノミヤグラの上にたまに武器があるかなってぐらいです。うん、シンジさん、そっちまで行ったの。バレたぞ。まだ空港内の方がワンチャンかな。強い武器を求めて、俺らを倒すために強い武器、ガチ装備を集めに行くやつ。やった、北西空港だ。警察行きたいな、警察。あ、言っちゃった。天木さんはそっちか。まだまだ交流できなかった。空港あ、俺たちが最強バンディットになるぞ。ガチ装備になる。
番機の無敵のトラクターがある北西空港に一番乗りだ。まさかここモルヒネ一貫してますけど回収ます。あ、誰置いたんやろ。いや多分湧いたっすね。そうさっきなかったっすね。すんみんなレッター。モルヒネ今5本もらってる。赤屋に、そんな赤屋に花の香りを添えて。ATV のゾンビってはしご登ってきます。登ってきます登ってきます。日本バンさんバンさんバンさん、これ今近くに新次さんいないんで、新次さんいないんでちょっと周り物色して装備整えますか。これがそれが罠だとしたら、アフロさんあんまガイドするからちょっと矢沢的な流れ。あ、了解。今のセリフの罠だとしたら大丈夫です。新次さんもそういう層苦手だというのは。あ、言っちゃったっていうタイプだった。僕たちは新次さんを信じている。お、びっくりした。明日は新次のさっきまで2回やめてもらっていいですか。道のりが長い。そっか。スマホのね、状況もありますからね。アフロさんです。まあ、スマホだといろいろね、大変だよね。お、アフロさんも来るんですか。ミンミンさん、ゲームを否定した。ゲームを否定したくせに。よし、花、虫集めた。来た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 。お前らハイライトだぞ。死んだ。もう死んだ。死んだ。誰が？もう死んだ。ナイス。新次さんが死んだ。新次はズキルドになってる。新次はズキルド。あ、キルログ出るんだ。そのサバ。花殴ってる。撃った撃った。撃ったってか。パッと。あ、虫あるけど弾なくね。あ、虫ある弾ある弾ある。誰が誰を殺したのか出ない。出ない。陸蔵大好き。え、は、花さんが新次さん倒しちゃったの。花さん、こんばんは。いや、違う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 。新次さんって、今殺されたんすか。単純に。いや、ピッ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 。新次さんは、俺らに情報を絶対渡さないぞ。なんでか。パクさん、バットあるわ。ウィンチェスター使ってんだけど。始まった。メミント、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 メミント。あと、ハナ、ゾンビ倒したらゾンビも漁れよ。ゾンビもたまに物持ってるから。あ、まあ、そうなの？うん。あの、飲み物。あの、食べ物とか。あと、たまに、バンテージ、バンテージたまに持ってる。あ、バンテージだぜ。やめてー。嘘、ダウンロードすれば、まあ、間に合うのかな。大丈夫っすよ。あの、結構いい加減にやってるんで。こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆様。あ、花、花、花。お願いします。花、このゾンビ、ここ来い。花、ここ、ここ。あと150メートルか。何時だ？外、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 外。あ、まあ、はい。あ、まあ、ちょっと待って。花、外、外。レイジンさんって今どこにいるの？俺、いや、俺が花に持ってけんじゃん。だから、これ、これ、あ、ランちゃん、はい。いたいた、いたいた、いたいた、いたよ、いたよ。ディスコードのチャンネル、移動しようかな。いいと思います。大混乱になってきた。花落とした、花落とした。ここにバンテージ落とした。あったの。やっと信じた。で、天城さん、麻雀のチャンネルから来ていいですか？天城の。いや、新人さんチャンネルするんですか？来れるんじゃないですか？麻雀のチャンネル全然いいですよ。あ、ちょっと、チャンネル作れます？増やせます？僕チームに来たい人は麻雀へ。あ、ちょっと俺、やりましょうか。了解。待って待って、じゃあ、はい、部屋。こんな危ないところで部屋増やすって俺。あれできないのかな。どれ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 、じゃあね。オーナーしかできないよね。管理者しか。あ、できないのか。チャンネルも1。ちゃ、待って、ボイスチャンネルちょっと待ってよ。01。お、アップデータ。ランチャーがアップデータ。アップデータ。02。アップデータになって起動しなくなってる。また。あ、オッケーオッケー、ここはい、出したってよ。アップデートしたらいける。起動できる。終わったら。アップデートで。ありがとうございます。あと止まらん。起動すると起動すると思う。あ、アホラさんごめんな。麻雀で一回移るか混乱するから。はい。オッケー。麻雀。おい、パキさん準備できた。俺あと150メガぐらいだ。もし2マグだぜ。もし。おっせえな。オッケー、ナイス。スコープついてないよね、それ。ついてないね。アイアンダー。なもうね。これちなみにじゃあどう分けるんですか。やってやるです。うん、何でもいいんじゃない？新チャンネルの人も参加していったら、だって分けなきゃいけないもんね、どっちにしろ。確かに。俺は、新次さんを殺す側に行くよ。
じゃあ、天城さんと新次さんをペアになって、その天城さんと新次さんを殺したい側がこっちに来ればいいんだよ。それはあれだな。なんだよ。やったやって。足さんは絶対天城さん。